お互い。こいつはありがたい。浄水場、近頃じゃ用心しすぎるってことはないからな。注意、これよりセーフエリアに侵入。ニューヨークのみんな、ヒューストンの話は聞いたが。なあ、何を探してるんだ。に送られたのは君かね。君を見てると店が閉まるまでデッカードの店のあたりでうろうろしてたサリーの子供を少し思い出すよ。そこはスポーツバーになった。ファミリーの金でな。それはさておき、君が来てくれたからにはやることが山ほどあるぞ。ラクマナス巡査部長が巡回区域を引き継いだ時と同じだ。この話はまた後でするから覚えておいてくれ。これは後で絶対に必要になるぞ。君たちと一緒に街を歩いてる。その通り、94年に我々は道路を修復するため町から資金を得ることになっていた。その金が消えて2週間後、市長のリムジンの車軸が深い穴にはまったんだよああ、そして同じように今度は補給物資が紛失した。だが嬉しいことに、すでにオハーリヒーのところの連中が見つけてくれている。ただしそれを持ち帰るのが難しいようだ。政府エリアを離脱。警告、敵接近中。警告、物資が攻撃されています。警告、物資が攻撃されています。援護を頼む。死んじまった。
したものだ。立派な働きだ。君のおかげで大勢の病人や飢えた人たちが救われる。サイモン・バリスという名前を耳にしたことがあるかな。かつては町のギャングと一緒にこの辺をうろついて、チンピラ仲間といくつか店を襲って人を殺しかけたこともある。ともかくそいつが仲間を連れて戻ってきた。町から追い払ってもらえないか。俺はクソみたいな自由だ。Look.
かったわね。アリスも思い知っただろう。昔から悪ガキだったんだ。タバコを買う列に並んでる老人のポケットから宝くじを盗んだりしてた。2009年、キップスベイの若い連中がやってきて、携帯電話の中継塔に山ほどスニーカーを投げつけたもんだから近所一帯で携帯電話が普通になったことがあった。そうだ、まともな靴をただ台無しにしただけだ。だが今同じことをしようとしてる奴がいる。いや、今回は靴は関係ないが通信アンテナをもてあそんでるんだ。そんなことを許すわけにはいかない。この辺りではな。
前に勝ち目はない。やってくれたようだな。君の声がはっきり見えるように聞こえる。次はゴミ収集の手伝いをしてくれないか。ダメか。今のは聞かなかったことにしてくれ。退屈で死にそう。実に自然に町での仕事をしてくれている。まるでこの辺りで生まれたみたいだぞ。セーフハウスに戻ってきたら昔のクリントンを思い出させる品をあげよう。一番の品だ。すぐそこでコンビニを経営してる男が君に感謝を伝えてくれって。彼だけでなく話をした人皆がそう言っていた。私は皆と話すからな。君は天の恵みだ。この辺りの連中はこの先ずっと君のことを話し続けるだろう。この心臓が持ちこたえている限りは私もそうするよ。